はい、半魔家の本家の半魔岩先生です。人間の上の生物の半魔岩先生です。人間はね、何回も話したように、話したり聞いたりすることを700年後に分かる程度しか理解できないわけですね。話したり聞いたりすることは。で、テレパシーでね、仲間と話してしか話できないということですね。で、全く動物、道具を使わない動物と全く同じなんですけども、人間の、働きというのは、私の仕事の1万分の1以下なんだけど、ものすごく少ないんだけども、それと同じ給料を取ります。でね、YouTube でも見てくださったら、遊んでるだけ、ただ、なんか放送で出せただけですぐ億万長者になしたりとかね。で、社会はもっとね、YouTube よりのテレビみたいな汚職よりもっとひどいですけど、もっとひどいんで、YouTube は見ないふりにしてます。ただ、テレビ録画撮って出るだけでね、アクセス多くて、大金を1日何百万も稼いだりしてね。全然話してる内容めちゃめちゃだし、勉強にもならないし、ね、人間話も聞いたりすることもできないから、形だけやってるだけなんで、全然仕事なんかしてる、ものにならないわけですね。ただ出演してるだけでね。これ全部汚職で、ただ、これはね、社会でね、会社とかそういうのも全部、そういうの、もっとひどいんですよ。でね、そういうことで YouTube のこのアクセスに対しての汚職というのはね、お金に対してね、全然働かないでやってるって、人間たちって全員そうですから、私が例えば1円稼ぐのに、じゃなくて、そちらでね、100万円稼ぐんだったら、僕は1万倍仕事をしてるわけですけれどもね。価値観が違うわけです、人間たちね。で、それをね、ガーガー言うと、警察が逮捕しに行き、汚職に対して言うと、警察が逮捕してきます。だから、犯罪を警察は捕まえるんですね。犯罪者を捕まえないんですね。犯罪者を逃がすために、捕まえようとする人を捕まえる、両方あるんですね。人間の警察というのはね、団体たちの汚職ね、たくさん稼ぐ汚職に対して取り締まりをしようと私はするんですけども、それに対して人間たちの警察はそれに対して逮捕するわけですね。取り締まりをする本物の役所に対して。人間たちの役所は役所じゃないんで、そういうね、やっぱり、人間たち団体の稼ぐね、汚職、仕事しないで稼ぐことを徹底してね、やらして、それで商売してるのが人間たちの役所ですね。だから、それに対して、ちゃんと仕事しなさいよって、私の方が本物の役所なんでね、貴族の王様なんで、半魔家の王様なんで、それを取り締まるんですけれども、それに対して警察は私を捕まえようとするわけですね。犯罪者、団体の犯罪者をね、汚職の犯罪はね、を潰そうとするとね、警察が私を逮捕するというふうに、人々の力でやってきます。だから、人間の警察っていうのは、本当の泥棒とちゃんとした仕事を捕まえるという両方あるわけですけども、どっちが多いかというとね、力を使ってるのは、本当の 取り締まり、正しいことをする、ね、ものに対して対抗するというのが政府、ね、本物の役所じゃないわけですよ、警察とか、役所はね、世界中そうなんです。もう公害なんかどうでもいいということで、形は言うけれども全く嘘なんですね。もう汚してばっかりいるわけです。簡単な仕事でお金ばっかり
取ることばっかり推進してね、それを汚職をね、そういう汚職を取り締まろうとする者を逮捕するという勢力での方が多いわけですね。そういう正しくさせようとする者に対して警察役所は取り締まる、逮捕するという、ね、仕事が多いわけです。で、犯罪に対してもやっぱり半分以下なんですね。捕まえないのね、殺人事件でもね、逮捕しないと、ね、いい加減にしであるというふうなことですね。楽な仕事しかしないよということなんですよ、政府人間たちはね、全員ね。だから楽な仕事しか全員しないということで、それを大変な仕事させるんだったら、ね、お前逮捕するよということで警察に言うよというわけですよ、ね、僕は犯罪者じゃなくて正しく取り締まる人に対してですよ、まともなものに対してそういうこと言ってくるわけですね。だから軍隊も来ますから、私の場合はね、日本政府ね、人間たちを正しくちゃんとしないといけないということで、こちらがやるんだけども、警察はそれを対応しようとするわけですね。本物の役人だからね、私がね。で、人間たちの役人は偽物だから、全部ね、全部偽物なんで。 YouTube でも3億円ぐらい僕アクセス取れるんだけど、これ八百長でね、みんなが130兆円使ってね、私だけアクセスしないんですよ。年間3億円は入るんだけどね、そういうふうにして八百長で生きてるわけですよ、人間たちはね。で、ただ力関係なんで、それだけ人間全員と対抗できる力でしょ。それは引力であってね、喧嘩じゃないんですよ。力があるから、私がちょっと言ったで、テレビ見てるだけでね、YouTuber で私が 見てるだけで仲間だと思うと、その YouTuber 潰されてね、アクセス拒否して、みんなアクセスしなくなって稼げなくされるわけです ね。私の味方についたりするとね。で、そうやってますから、味方だと思っただけでね、大きい会